巻き上げたんですか？巻き上げてません。作品にしようと思って八作とかにハマって、だからみんな八作そう GSG で、そうそう時計見えちゃっててチラリとね言おうとしてました。そう280ちょっとね、どこのお嬢様かとエクスペンシブな分ベリーグッドなんですよ。キョセラナウ、ミョンさん、なんで劇場におんねん。キュウキに会いたいからです。キュウキに会いたいですよ。ほんまさっきから来た、ほんまに。さっきも配信してるのでね、ギャルだけじゃなくガーリーも似合うとか最強やん。まあね恋してるから会いに行くわ、会いに来て。こんにちは。手頃なやつって何？明日も今日それだから行きつつね。うんうん、手頃なやつはコンビニのアイスです。お見送り会の時にコンビニのアイスの、あのブリュレとかのやつです。ほくろはここだよ。こんにちは。今日やで、俺には見えた、テンナの姿が見えた。めっちゃ面白いやん、めっちゃ嬉しいわ、ありがとう。そう、マリオとヨッシーとテンナです。遠いすぎて、でも低いのに高くしようとしてみたいな。こんにちは。リョッピー、ラジオ聞きやすくてうまかったやって、ありがとう。かわいい。こんにちは。今日もカツアゲてんのしてないよ。こんにちは。昼公園。ありがとうございます。にゃんです。てんちゃんとりょうぴのツーショットは珍しい。珍しい。確かに珍しいかも。そう、公園自体で写真撮ったからあげるね。むず。むず。撮りました。次こそ、ワイの誕生日、祝いに来てくれたんか？祝いに来たよ。で寝てなんとご飯食べよっかな。チミン経験は出ませんか？出たいですね、めちゃくちゃ。私もゲーム結構好きで、まあ上手いか下手かって言われたらちょっとまだ話変わってくるんですけど、普通にゲームは好きなので。昼公園に来てくださった方ありがとうございました。もう寝ていいかなとか思い始めて。今日は鼻にほくろないんですね。鼻にほくろは家だけや。ちょっと寝た方がいいんですよ。店内の小池見てみたいかも。小池こんにちは。やってみたいけど、もうあんなもう。できない。めちゃめちゃやってみたいですけどね、あれめっちゃ、めっちゃやってみたい。インシフトザットエクスペンシブザット美味しいなんですけど、皆さん見てくれましたか？そうザットやったっけ。自分が出てない時はどんな気分でライブを見てるの？え、オタクな気分で。ニーズが怪我じゃなくてね、全然オタクな気分だよ。テンナが劇場におるということは討論会ある？討論会あるかもしらんな、ワンちゃん。あのあっちに2人いるからちょっと行ったらワンちゃんね。てんちゃん自分の中で最近来てるわ。ほんまに、うん、来るだけじゃなくてもう完全に押してくれてもいいんやけど。まあね、ボル塾やん。まあね、でも私どうせやか伝わるかな、音が出ない。星ですか？そう、星な、やっぱ難しいねんな、ほんまに。今日も強い、可愛いな、ありがとう。りょうぴにランさんって天なって声大きい方ですかって言われて吹いたんだけど、それやばい、めっちゃおもろい、めっちゃおもろいな、そのその聞き方やばいな、りょうぴらしい。伸びてません。目を閉じるとてんちゃんが浮かんでくるんやで。じゃあまぶたの裏に天な張り付いてますね、多分。イラストありがとうございました、めっちゃおもろかったです。嬉しく、お疲れ様です。わしなんか星よ、そう星なんやろ。こんにちは。星、矢印星、そう星って売ってるな。それテンナに溶かそうとしてるやん。リオピとテンナの手元もも見てみたい、やってみたい、めちゃめちゃやってみたい。どうでしたか？ほんまになんていう、歌声がリオピと真逆やから、逆にやってみたいかもしれん。逮捕、あ逮捕か。二週間レギュラー化してるよね、芸研。いやね、めちゃくちゃ面白いもんだって。ハーフですか？ハーフじゃないです。こんにちは。イモビュブルブリューレのお店、ナンバーと一ナンバーだと一中語関係もありあるそう。え、そうなん？それはいかね、やばいやん。今日は可愛い系ね、めっちゃ可愛い、ありがとう。最初のこんにちは。鼻のほくろは最大いくつまで増やせますか？それはじゃあ家配信の時にちょっと聞いてみてくださいよ。
もしかしたらやってくれるかもしれない。第3回支部店ヘイ討論会。そう、討論会やりたいねんけど、なんなら今日マジでやるために来たみたいなところもあんねんけど、けど、まあ、なんやかんやちょっとね、嬉しい嬉しい、あの幅がなくてやるスペースがちょっと。ということで、こんにちは。テナのことがすみきーな、こんにちは。さゆきちゃん哲学にハマってるのね。そうらしい。確かにリオピと声質真逆。そうやねん、めちゃめちゃリオピ可愛い歌声やから。そう、テリーさん今日時計つけていっても見せる人おらんや。そうやで、誰に見せたらいいんですかっていう話やから、テンナの時にまた来てください。会いに、テンナ星星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 だわ。うーん、ほんまにわからんな。愛してるでいいかな、そこ。こんにちは。通販で、私は通販で買いました。今度のワイネームケイトさんのやつ、テンちゃんどうでしょう。あれ劇場やん。そうです、こんにちは。討論会のためにね、この前討論会に夢中になりすぎ、めっちゃいい、そうやね、めちゃめちゃギリギリになったから、さすがにな。しかも今日テンナ出えへんくて2人出るから、ちょっとさすがに押したら申し訳ないやん。だからちょっと迷ってる。こんにちは、キューマン。そう、こんにちは。好き、天丼、天なーな。名前の由来を聞いたことありますか。由来は、あ、由来は母が夢で見たんですけど、これ一回なんかで説明したんですけど、ちょっと、何やったかな、なんか難しいんですよね、説明がめちゃくちゃ。なんかお疲れ様です。あの夢で見て、難しいな、夢で見たんですよ。とりあえずなんかリップの色よきよき可愛い。ほんまに？あ、そう、皆さん欲しいって言っただけやで、ね、来てください。走ってるよ、欲しいって言ってるんやろうなと思ったよ。こんにちは、感想。惚れてんな、惚れてんな、初めてです。ちょっと待ってよ、次こっち。レイさん、レインボースターありがとうございます。タムタム、緑のクマありがとう。カズノブさん、ジージーありがとう。たくさんコンペイトーさん、レインボースターありがとうございます。ビビベベさん、クマありがとう。伊蔵さん、たい焼きいっぱいありがとうございます。たい焼き食べたなってきたな。西井さん、たい焼きありがとうございます。たい焼きってどうやって表現したんやろ。おかちゃん、たい焼きありがとう。くにやん、たい焼きありがとう。まことくん、たい焼きありがとう。マジでちょっとたい焼き食べたなってきた。みらいちゃん、かわいい、ありがとう。白のソフトクリームがだんだんになってて、待って、マジでたい焼き食べたいかも、普通に。たい焼き食べたいな。名前のお次みたいなことね。そう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 、そんな感じやねんな、ほんまによくわからんねやけど。てんな、こんにちは。てんちゃんにめっちゃ会いたい、忘れられんようにまた公園行きます。忘れないから大丈夫ですよ、けど来てください、普通に会いに来てくださいね、待ってます。忘れないけど会いに来てください。早く会いたいな、それな、早く会いたいよね。夢で見たまでは簡単やな。そう、夢で見たまでは簡単やねんけど、そっから説明するのがなんかちょっとめちゃくちゃ難しい。アミタン超かわいい。いや、アミはかわいいよ、アミはかわいいよ。アミちゃんはかわいいです、世界一かわいいです。肌綺麗で羨ましい。全然綺麗じゃないけど。なんか、あ、天が違うな、自転の天なんですね、私。天なの天は、ね、食べるポーズか。みんな、皆さんはたい焼きはどっから食べる派なんですか。私は圧倒的顔なんですけど、皆さんはどっから。行こうな。お芋はブリュレ一択。うん、いや、そういうわけでもなくて、なんか普通に芋、なんか大学芋とかスイートポテトとかは好きです。昼弁当食べたの。うん、昼はお蕎麦を食べました。MC でね、レナです。かわいいわ、はい、ま、レナかわいいですわ。
たい焼き食べていいよ。食べようかな。ないねんけどな。近所にたい焼き屋ある？ないないない。どこにたい焼き屋さんあんの？リオピー、はい、まあ面白いみんな。天王寺にお好み焼きの味のたい焼き屋があるそうな。そうなん？マジ？こんにちは。来週の公演出るなら応募するね。どうでしょうか。まだ分かりませんが、何も来ていないので。私のところは今たい焼きは頭からかじる派、尻尾からかじる派、私は顔からです。ってなって記憶力いいよね。なんか人は覚えれんねんけど、勉強とかだったらちょっとほんまにもう無理なんよな。たまに夢にてんちゃん出てくるんご、多分それほんまに恋ってやつですわ。こんにちは。天王寺開運たい焼き4月28日オープンやって。もうやってるやん。じゃあめちゃめちゃ行きたいんですけど。世界一可愛いならちょっとアミタン配信見てくるわ。ちょっと待って、それはあかんかも。いや行っていいねんけど、2台つけてもらっていい？それならば私のところにいてくれる？今日久しぶりにサッカーしてきた。てんなサッカーできる？サッカーできる。まあ YDK やからできちゃうかもとか言ってな。はい、サッカーはちょっとリフティングならまだできるかも。だからこんな可愛い子になったんや。アミがてんちゃんおらんのちょい寂しいな。好きやんそれ、てんなのこと好きやん。こんにちは。余裕で頭から。なんなんその頭って、頭じゃなくない？顔じゃない？あれってさ、なんか頭から尻尾派とか、頭派尻尾派って言うねんけどさ、絶対あれ顔派尻尾派じゃない？だってさ、ここやで顔、頭ってさ、このここになるやん。わかる？あのさ、こうあってさ、ここにさ顔があってさ、ここやんか頭って。だから皆さん頭からっていう人はここから食べてるんですかね？どうなんですか？やんねえ、私は顔です。頭、ほら頭、お腹とかおるし、お腹なんかもうここやん、途中やん。追って食べてるんですか？弟さんか妹さんがいますか？兄弟は姉ですね。尻尾です。お、尻尾吐いた。尻尾吐いました。何も考えずに頭から。頭か、顔じゃないあれ。辞典の点、そう、国語辞典とかの点ですよ。ヒレもいんの？ヒレってここ？マギすごいな。初見です。本当ですか？アイスのブリュレスーパーで売ってたから食べたよ。美味しかったやろ？あれほんま美味しいから。走ってる。あ、テナが、そう、レーニアでした。可愛かった。もうさすがに追っかけたくなったから追っかけてみた。たい焼きは頭から食べて、あんこを尻尾側に押しながら食べる。そんな食べ方？低音コンビ、そう。レイナもね、声低いんでね。嬉しそうな顔、可愛すぎる。ありがとう。横顔美人すぎ、ありがとう。こんにちは。店内来てたんだ。イケてんな。そう、来てました。オタロードか、ラウンド1のたい焼きあたりに売ってる。オタロードってなんやろか。メンバーでにやけるな。だって好きなんだもん。頭から食べるの一緒やわ。顔やで。頭から食べて最後あんこを尻尾に押し込む。なんなんその食べ方、流行ってる？こんにちは。アミタンも配信始めたからちょっくら行ってくる。あ、行ってきて。けど戻ってきて。あんこ多いから食べたいよな。多い方から食べたいよな。そういうこと？その、どっち派ってそういうことなんや、基準が。てんなは普通に顔から行きたいっていう、あれなんですけど。俺はたい焼きを3枚におろして刺身醤油で食う。ほんまに、ほんまかそれ、たい焼き違いちゃうか。それ、たいちゃう普通に。いろいろ回って
帰ってきたわよ、ありがとう。最近ユニバは行ってる？ユニバ？ユニバはね、最近行ったんですよ、実はこれが。まあ写真撮ってください。もうこれね、めっちゃ眠らせてるんで私この写真。そう、はい、待っててください、なんかであげます。ちょっと、はい、いやけどユニバ行きたいね、めちゃくちゃ。もうほんまに毎日でも行っていいと思うぐらい行きたいです。こんにちは。リフティング普通にすごいやん。そう、体育でやってみたいな。こんにちは、好き寄りの好きやで、ありがとう。アイス食べてる、うん、え、待って、それクレープのやつ、うん、それうまいよな。ショールーム中、そう、あ、いい、はい、です。はい、話しようかな。ここ悪いよ、もう一個言ってよ。アイス、あざす、もうこれあ、それ最後出てくるやつや、いらんかった、映ったらよかった。ダメ、NG。 前天の配信でそれなった。こんにちは。わ、フランダーや、かわいい、よくないかなと思って。めっちゃかわいいわ。かわいいやろ、うん、マジかわいい。どこで買ったん？プラザ。あー、めちゃくちゃかわいいっす。ぜひぜひ。リップ色ないねんな。あるやん。何やってんやろ。二平です。よし、それ口からになる。ちゃうねん、口じゃないねん、口と口から目までお一気に食べんねん。顔っていう人初めて見たんだけど、無理。え、顔やで、天那は顔ですわ。うん、2台で見てる。コメント読むの早くなったね。ちょっと早口極めてるんでね、独特な感性、うん、ちゃう、皆さんが独特なんですよ、頭って。顔やもん、あれ。それ討論会しよう、それな、討論せなあかん。夜公園、夜公園入るために金沢から来ました。わお、ぜひ楽しんで帰っていってください。顔は聞こえが悪いから。そうなん、頭もじゃない、頭もちょっとあれじゃない、あんま魚の部位のこと顔って言わない。あ、魚、そういうこと。あんまちゃんどこ行った、あの久しぶりのリアタイだ。おでこと、おでこの、お久しぶりです。どこ、顔や頭やね、うん、今日アイス食べちゃった。え、そう、今アイスを食べてる人もいます。マナは公園5に普通のリフティングです。ウェイトリフティングで、そう、公園5に置いといて、てんちゃんやっこ、今日も可愛い、大好き、今日もありがとう、17食べてやるって、ありがとう、企んでます。ねえ、動きがやばいよ、サバちゃん。え、姉さんですわ、見て、頭っていうの許せないインクさん。ちょっと頭、ちょっと頭はなかなか、ちょっとな、サイキとレイオと西馬と、あ、魚はお頭って言うやん、深夜テンションで買ってました。そういうことか、それ言われたら確かに納得やねんけど、まあけど、たい焼きは魚じゃないから、みんなでお皿にしよう、魚の形なだけであって、勝ちました、やっぱ顔かな。ワイは尻尾と頭から食べます。それ同時で無理じゃない、やっぱ折りたたむ式の人おるんや。レイポンも尻尾生えで、あ、そうなん、レイポン、いい子。てんちゃん言ってるの星のことじゃ、そう、星なんやろ、星、鱗から。もうだからさ、鱗やったらこうやん、もうここいっぱいつくで、お腹だけ食べる、こういうこと、ほんま新しいな。こんにちは、頭の中に顔があるんやで、頭の中に顔。でも最近さ、頭の下にじゃなくて、背びれからの人って言ってるんでしょうか。さっきいたで、さっきいたな、タイのお頭とか言うやん。あ、まあ確かに、まさかのね、お揃いチャンネル。ブリュレ売ってなかったから、また探すわ。探して探して、めちゃめちゃ美味しい。なんでそんな右側見てるの、右、会えるの楽しみにしてるね。ただの小メンバーがいたからですかね。麻婆豆腐仲間レーニャ、そう、レーニャね。今日は神戸で仕事やったかやから、終わったら南京町行ってくら、行ってらっしゃい、食べてみてね、イケカツしてみて。ヨシミンと3人で低温トリオ作ろう。確かに全員低いわ。
今日もカツアゲしてる？してないよ。こんにちは。うちの近所にクリームブリュレパンケーキの店あるから食べてこようかな。え、めっちゃいい。どう思いますか？めっちゃいい。昼公園でマナのだって、してんなのも場面、天気予報しか来ない、ね、来ないから、ねね、だけど最近モバメ来るの遅くて困ってる。え、そうやねん。なんかさ、朝起きてさ、秒で送ってんねんけどさ、なんか届くん遅いみたいなんよな。なんでなんやろ。今日の髪型も可愛いな。好き。ありがとう。たい焼きの中身は何が好き？圧倒的あんこです。あ、けどクリームも好きやな。てなちゃん、なぜそんなに可愛いの？美人だし。わかりません。ちゃん、星ありがとう。こんにちは。紹介の時のアミタン可愛い。店内にも言ってくれる？ほんまに。普通に顔から行きたいってなんなん？え、顔から行きたいやん、やっぱ。なんか衝動的に。こんにちは。なぜ眠らせる必要が？待って、何の話やろ。眠らせる必要？何の話やろ。たい焼きのギフト動いてるの見ると玉子思い出す。玉子、あー玉子な。玉子わざなあるからな。あれたいちゃうや、ちゃうくないけど、あれか、小さい魚やもんな。なあのシューってな、ムイムイと戦ったやつな。1ヶ月に1回は絶対ユニバ行ってると思ってるよ。いや、1ヶ月に1回行けたらいい方やねんな、最近で。ちょっと学校もあるからなかなか。ヘディングはできる？ヘディングできへんな。若天兵、そう、若天兵でした。星、わかった。わかった？え、マジ？ヘヘ、気になってるから教え。ヘヘです。9万メンバーのヘヘです。なんかほら、乗りおかしくない？めっちゃ移動配信やな。そう、走り回ってる。ニヘさん、足綺麗。前髪切りました。足綺麗ね。え、どういうこと？今違う違う。天池田天音ちゃん、目がまん丸な気がするって言われてんけど、うん、ま、髪の毛切りました。ヘヘイさん、髪の毛切りました。ヘヘイ、今日は映って OK ないね。うん、ポンポン、どこ？ポン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 、どこにおんねやろ。揃ってます。今毛先がポンポン、あっちかな。ポンポン映るって言ってたんやけどな。配信中に動きまアクティブ配信。てなちゃん、やっほやっほー。まだ映ってた。へいへいのタレコミはあったのかな。へいへい、今日も可愛すぎる。ありがとう。遊びに来てありがとう。熱冷たて、頑張って。あ、冷た。手の世界線あんの？ないです。頑張よく。あ、めっちゃ映ってる。頑張よくってどんなん？え、なんか石の上に寝るやつ。あの、あー、ないないない。ない、行ってみたい。寒いやん、あんな。めちゃくちゃ暑いんじゃない？暑いよ、多分。え、暑い？サウナのなんか涼しい。わから、涼しいんかな？暑いか。サウナみたいな。サウナほど多分きつくないやつ。ないな、多分。行ってみたいよな、今。そうなん、ね、行きたいよな。けどなんかその、うん、温泉行きたい。温泉行きたい。遊ぶところもついてるようなところに行きたい。行きたい。あの足湯とかにあるやん。そうなん、プールと温泉ついてるテーマパーク。ああ、あるわ。行こうよ。行こう、夏行こう、な、行こう。めっちゃ行きたい。はい、はい、ちなみにシシャモはどっちから食べる？顔、顔から。てな、顔面から。そう、なんで？一応魚の部位。家から出れへんねん、暑くて。そういうことね。秋だったら誘って。うん、もう目元がキラキラ、素敵です。キラキラだよ。無糖の人、最近暑くなって買いだめしてた、はい、チョコ溶けてきた。冷凍庫入れて、冷凍庫。無糖の部屋のに。で、マナもみかんジュース飲んじゃった。夜公園ありがとう。見てたよ、夜公園。折りたたみ式かな、これ。欲しいって。12時間。それな、折りたたみ式聞いたことないねんけど、折りたたみ式いそうやで、だって。だって頭と尻尾から食べますって。折りたたみ式じゃないと無理じゃない、口に来ないから。こう入れるしかなくない、もう一口みたいな。ありがとうございます。皆さん来てくださいね。やべえ、クソおもろい。そんなおもろい？マジ？笑ってくれるならよかったよ。中のあんこだけ食べる、どういうこと？ほじくり出すってこと？なんで？外も食べてよ、かわいそうやん。外も食べてあげて。こんにちは。今日もカラコンしてる？してる。今日はちょっとナチュラルなやつ。ボケ全部拾ってくれて、突っ込んでくれるかな。てんちゃんすごい。任せて、関西人やから。たい焼きの小骨を取るの大変なんや。待って、たい焼きに小骨入ってるかいな。マジ入ってるとこあんの？もうそれ魚じゃん。
ほんまのタイ焼きちゃうそれ。タイ焼きのあんこ入ってないやつちゃうかな。ガチの魚のタイを焼けてる、焼いてるやつちゃう。タイ焼きはあんこが一番好き。うん、おはようメールが夕方に続くわらしいよな。そう、返信でそう教えてもらって、みたいな。フォローしました、ありがとうございます。だいたい夕方におはようってくるな。夕方に起きてる子みたいな。学校行ってますって。つばんとこしあん、どっち派？こしあんです。溶けそう。冷凍庫入れて。ズーってどういう、初めまして。欲しいん？初めまして。何やろうか。ず、動物園ですよ。昔は尻尾まであんこ入ってなかったとかあったからね。そうなんや。アミタンが店内に顔食べられませんように。食べへんよ、人は食べへんよ。ドラキュラちゃうねんから。こんにちは。店内はユニバから通ってると思ってた。ユニバから通いたいけどな。欲しだって欲しな。いや別に店内の名前は欲しならんでしょ。なるんかな。ユニバ楽しいよな。ユニバの写真いっぱい待ってるね。待っとって。ユニバも大好きやからマジで。毎日行きたいマジで。こんにちは、お疲れ様です。夢逃げ見た公園ですよね。見ました見ました、もちろん。もうさすがに爆湧きですよ。めちゃくちゃ可愛いし、ういと思いました。出てないけどそこにはいたんやね。そう、じゃあそうね、さいました。てなちゃん、今日の夜ご飯何がいいと思う、決めて。夜何が好きなんですか。何が好きなものを食べましょう。そう、つぼみとかかもめきとか焼き鳥とかね。左の横顔もべっぴんやな。あ、危ない危ない。だからそう、危な。左のとこはじゃ今日はええんちゃうやね、それ。そう、今日は早かったけど5時頃におはようメールが来る時も、でも毎日送ってくれて感謝す。そう、朝にちゃんと送ってるって皆さん思って読んでください。見切れてへーへーの画角いいね。見ましたんで。でも7時には起きてない。岩盤浴汗出るで。あ、そうなんや。8時に起きた。全然大事に起きて卓球したい。え、それな、卓球めっちゃ好きや。出てんな、公園行きたすぎる。じゃあ顔待ってます。要は自力で起きれたよ、ちゃんと。次はいつ読まれへんやつ、ちょっとわかんないんですけど。バイト休憩で可愛いてんちゃん見れて幸頑張ってね。こんにちは、遊びに来たよ、ありがとう。そうなんや、欲しいんだらあんこ飛び出しそうやけど。欲しなんやろ、難しい。ありがとうございます。今日も可愛かったわ。可愛かったわ。たい焼き程度なら頭尻尾関係なく丸飲み屋で。待って、それサイズによるくね。いや、こんなやつやったらさいけるけどさ、普通のサイズやと無理じゃん。わーって、もう歯科検診みたいになるで。こんにちは、カラコン自然な感じ可愛い。チーからゆきゆきゆき。タイはタイ飯が好き、天南はお寿司が好き。ナンバーは雨ですか。雨降ってなかったんちゃうかな。俺のしょうもないボケにそこまで突っ込んでくれて感謝やで。ええよ、ドラキュラも食べへんで血を吸うだけやろ。まあそうやけどな。そうやねんけど、ハムチーズたい焼きが何気におすすめです。そんなんあんの。ある時行くわね。ある時じゃない、見つけたら行くわ。いた時間隔というかもね。確かにそうしようかな。てなのもがみ気になってる。気になってるやろ、気になるやろ、気になるやろ。読んでみ。こんにちは、こんにちは。アミタンのてんちゃん推しのらんちゃんって聞いたから持ってきたよ。それだけ聞きに行くな。それだけ聞きに行ったんや。めちゃめちゃ面白いな。アミに会いたいよ。もうてんなちゃんのもめが好きすぎて毎回返信すぐしてる。え、もう好きやん、好きやん。ちらじっと見るとてんなちゃんめちゃ可愛いですね。チラッと見てもじっと見ても可愛いってことですか。オムライスを食べました。イエスデイで一番好きなアトラクションはフライングダイナソーです。テンナって NG ワードなのか。え、絶対ちゃうな。 NG ワードやばい。テンナが NG ワード、目の下にほくろ書いたの。そう、これ今日は焼き鳥食べるね。え、いいな、テンナ焼き鳥大好き。なんで可愛いとか美人に反応すんねん。するやろ、するよ。てんちゃんずーとは私のファンネームです。ユニバはリュウちゃんさ、てんなより身長高いから。なんかリュウちゃんし、てんなより身長高いから、うん、あ、こう見上げな感じだった。あ、そういうこと。てんながちっちゃいから。おい、あんたよりでかわ。嫌な話。食べようとしてきました。うわっ、映ってんねん。両方に映ってるからな。しかも自分に映してるの。
スポーツしても汗出ない。ありがとうございます。うん、そうやね、比較的にあの見えないところに汗をかきます、顔以外。岩盤浴めっちゃ行きそうなイメージあるわ、知らんの以外。ほんまに？そのなんかさ、海とかさ、勝手に皆さんあの行きそうって思ってるよね、私のこと。違う。生きてんな、こんにちは、昼公演お疲れちゃん。私出てないんですけどありがとうございます、みんなにも言ってきますね。てなちゃん夜公演も頑張ってね、私出ないんですけどみんなにも言ってきます。最近みんなわざと星つけてるな、それな。ちょっとなんか呼んでほしいか呼んでほしくないかどっちですかって。将来モデルですか、わかんないですね、モデルもできたらいいんですけど。雨村のあのカステラのやつ、うん、店行ったことある？ない。なんか IKKI みたいな。え、IKKI。わからん、ほんまにわからへんけど、うん、マジで美味しいで。え、ガチで美味しい。え、いいよ、マジで行こう。行きたい。ガチで美味しい。でもペンギンとかは魚か頭からしか食べれないんやで。そうなん。夏マジ無理。公園頑張ってんな、ありがとう。かわいい、ありがとう。てんなのもまま天気予報、やっぱ天気もね大事やから。ニュース見れへんかった時とか困るやん。好きですね、ありがとう。東一心さん、ね、アリさん大人っぽくなったな、耳たんやっと会いたいね。今日はほくろが1個やから偽物かもしれない。セロちゃん、たい焼きありがとう。偽物やねん、どのほくろも。顔にあるやつ、顔に似てるのほくろないから。こんにちは、次は鼻の下に点々いっぱいつけてね。やばいよそれ、おひげみたいになるでしょ。コエリのおはようもばめ、今来たんだけど送信忘れてって今送ったらしい。あ、そうなんや。星星星星星やね。そうさ、しかもさ星さ、あの黒一個混じんのやめようか、オセロみたいになってるわ。目移りしてください。この前の MC でサーファーがわやけど泳げないがほんまにツボおもろかった。ほんまにそんな面白い、ありがたいな、もうほんまに。急なヘアカット報告。そう、髪の毛、私もさっき髪の毛、着物とか着るのにええよ、顔に汗出ないって。髪の毛が、え、これそうやね、メイクも崩れにくいからね。こんにちは、今日もキリキリやったな。うん、今日出てないな、てんな。あいきいきあい、そう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 、なんて読むか分からへんけど。夜公演はてんなが鍵穴すんの。うん、てんな出へんねんな、夜。カステラ三角公園のとこ、そう。星系はとんかつやで。星？アメ村の三角公園の近くのカステラ、そう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 。めちゃくちゃ美味しいあそこ。今日も配信見に来ました。ありがとう。今週も動いてるてんな見れてよかった。サチですね。サチ。逆の人おらへん？ライト見たらくしゃみ出る人。サチな。太陽とか。花の航空士。ほんまに。星や誰や、そう星なんやろマジで。将来気象予報士を受験しますか、しません。そんな頭がよくありません。意外と公園遊び場の話とかニュース見てる話とかちょっと社会派なんけどさ、そうニュース好きなんよ私。なんかね、今度は顔に肉って書いて一回やったことあるなってんな人生で。なベビーカスめっちゃ美味しいよなあそこの、それなマジで美味しい。アメブロの漢字一文字のやつ、誰よりも先に黒を阻止する点の天才かと思ったよ。絶対おると思ったからな、黒って書く人。もう先言うとこうと思って。夜公演は天が荷物検査するのしようかな、荷物検査。天はもっと自分がお笑い担当っていう自覚を持ちなさい。天怒られてる、怒られてる自覚。でも今日はね、リオピとか、まあ、関西人やから。でね、現在37位やで。な、思った。なんかずっと緑のピヨピヨ出てきてるなと。ほくろって読むの、この黒いに子供の子で。そうな、ドッキリやな、それ。てんな星とかしてるの。うん、星、それ分からへんわ。そうですよ。やばいな、それ。激アツやん。17日の旧期公演、初めて応募しました。わお。楽しみですね、そりゃ。ぼち、休憩終わるから戻るね。今日も可愛かった。また公園行くね。待ってる、ありがとう。呼んでいいよ。頑張って。お前ら可愛い。え、ファンの方に。お笑い担当ではあるわな。そうなん。そうなん。ほくろに毛もつけて、てんな、てんなおじさんってのは。なんやろな、ヘイヘイが、でも、あ、ん？人による。え、それ。
離れへん、皆さん、私から、私の元からそれやって離れませんか。ポッピングシャワーが好き。店内 MC で落ち担当になりつつあるよね。それな、恥ずかしい。ほほほほ、黒子のバスケ知らんのか。知ってるよ、黒子のバスケは。黒子のバスケは知ってるけどさ、そのほくろって読むんは知らんわ。え、なんだ、そのほくろって読むん、ほんまに。ほくろって読むやろ、ほんまに。黒に子供の方でほくろって読むん。え、ほんま。え、黒子、じゃあね、ほくろって読むらしいな。文字打ってみようよ、マジで。で送られてきてんの、黒子でほくろ。うん、ほくろ、うん、黒子って書いてる。え、やば、初めて知った。ドッキリよな、マジで。うん、ドッキリ。普通に最近マナちゃん呼びしてますね。お笑い担当兼ビジュアル担当、嬉しいな、それ言われたら。何気にお日の目からちょうど半年の日に世代交代全公演だよね。ね、すごいよね。星やん、星やんって。変なおじさんやん。あ、ほくろ書いて毛出たらってこと。最近暇な時間何してるの。何やろ、何してるやろ。ネットフリックスかな。マナミ、来週は投げれないけど、そんな時に天なでそうなよな。さあ、皆さんの予想は当たるのか。私もまだ知りません。初見です。本当ですか。多分もっと好きになる。あくまで予定、あくまで予定。やばい、じゃあ皆さん全部コメント読めてないんですけど、こよりんです。違います。こよやんか。こよでした。あくまで予定やめて。予定じゃないから、普通に。ほくろって読んで、予測変換にも出てくる。すごいな、好き。むしろ知らないのがびっくり。みんな知らんかったよ。すごいな。ほくろってだってさ、カタカナじゃない。カタカナかひらがなじゃない。すごいな、関心。漢字って深いよな。仕事しながら音だけ聞いてるけど、天のおもろすぎて口ニヤニヤしてる。マスク一束バレへんで。みんな固まったやん。やろ、ほくろのバスケ。ほくろのバスケやばいけどな。もうどっちがボールかわからへん。テンチョロロンのポンコツが出ちゃった。え、なん、みんな知ってる？これ常識問題？関係とか出てくる？こんにちは、こんにちは。私テンナちゃんと同じところに涙袋ある。お揃いちゃうねん。テンナこれ憧れてて書いてるねん。そう、ここにあるのめっちゃ可愛いから、そう書いてるんです。黒い子って書くからテンナのことかと思って、テンナのことやと思ってたのか。え、思ってないで、全然普通に余裕で思ってないけど、そう言われたらなんかな、おいって突っ込みたくなるけど。ネタフリで何系見てるの。アニメやね、アニメ。こよまつでした。奇跡の世代、こよてんです。さっきもうこよおらんくなっちゃったけど、こよ、こよかわいい。そこまで顔欲して違いますわ。もう嘘でしかない。欲しなんやろ。ケイト取り調べ室によく似た子おった。うま、こんにちは。目の形に二重綺麗やな。何？アミタの配信終わった。終わった。え、アミちゃん。テンナまだ配信する。どうしよう。どうしようかな。失礼します。宮本さん、ゆきありがとう。失礼します。こよちゃん聞いた。ねえ、逃げまくら。こよちゃんです。こよちゃん、あ、いった。こよまちゅです。こよちゃんもショールームする。ほら、こよまちゅです。違う。違うねんって。マミーが。うわ、すごい。パンケーキ。めっちゃキュウリの匂いだ。ごめんごめん。食べたもん。違うよ。こっからやって。なんや。口カレー。
面白い面白いよこんにちはわーおもろカツアゲして捕まってケイトに取り調べされたのか違うってケイト取り調べ室に出させてもらった時のカツアゲして取り調べされたと思われた違うに決まってるでしょうに雇用が来ましたよ10位高田さんありがとうそろそろ夜公園に行くわ車で時間欲してた夜楽しんでくださいなぎなぎなぎいちイズザグレイトソングイエスみんなやっほー今日はどこでサーフィンし星サーフィンせえへんよ泳ぎへんからねこんにちは毎度邪魔すんでママのキュウリありがとうごめん血色ないしごめんねキュウリ食べてますこれには拒絶されたから次の手元も違う子なのかんどういうこと左目の下あたりにほくろかわいい昼公演が終わって見たアニメ何ルームしております、うん、そうです、うん、そうですテナが好きなアニメはアイスと今日はめっちゃ暑かった気がしたんやけど、皆さんどうでしたか？あとはうんとれるあと何やろバイバイメドナイブとちょっとチャイナの事故まあそんな感じです今日暑いよなやっぱりこんにちは。ドッキリです。始めまして。明日配信しますか。明日はどうでしょう。今日はほんまに暑い。ほんまなんやろ。なんか結構。スプリガン。なんやろそれ。こんにちはこんにちはこんにちは。小山です。うん。夜配信中にどんだけ移動すんねん。うん。移動たくさん。今日のテンナ可愛い。ありがとう。いつもって言ってくれる。こよりんこんにちはこよりんですこよりめっちゃ気になってますありがとう嬉しい間違えた今日も正解こよ今日は否定したい気分のこよまちゅそうずっと否定されますえこよりってキュウリの星なの星なんやろこよりってキュウリの星なのって言って星なんやろ一番大事なとこわからん最近同期に一層暴露される板垣さんそうですもう私の話はいいからこよてん最高いらしいわこよりの話もうやばいよ自分でさらけ出しちゃってるやんん北海道あ間違えた間違えたキュウリ欲しい？で北海道って何？なんか北海道から見てる方もいて。あそういうこと。キュウリ欲しいよ北海道って読み間違えたんだと思った。やばいよな。うんやばい。こよてん最高コンビありがとうございます。いや嬉しい。嬉しい。夜公園でキュウリの匂いさせるの。歯磨いてもさすがに歯磨いて口からキュウリそうキュウリの匂いがしますそうマコさんたい焼きありがとうございますキュウリの匂いするアイドルはやめて美味しいよなちゃんとコヨリに歯磨いてもらうように言っときます